はい、皆さんお疲れ様ですえー、2月6日えー、昨日ですねあのー、田島会長のあのー、3月であの、辞任ということで発表がありましたねいやー田島会長お疲れ様でした本当にあのね長らくあのー、お勤めご苦労様でしたはいということでねあのー まあ、どの業界も絶対にね世代交代というかあの若返りが必要だと思うのであの僕はね、あのー、前向きに捉えて良きニュースだったんじゃないかなと、えー、思っております <laughs> はい、ね、田島会長ね今までにね、あのー、いろいろね、あのー、サッカーのこと以外にもね、あのー、設備のことだったりだとかも取り組んでたみたいでね、あのー、レオザさんの、あのあ、ー 動画を参考にねいろいろ勉強させていただいたんですけどいや本当にお疲れ様でしたありがとうございましたはいということでねあのー、4月からねあの新しく誰が就任するのかなまあ個人的にはねあの宮本元選手があの就任していただければなと面白い展開になってくるんじゃないかなと思っていてまあねあのー ファンがねあの分からないところだったりだとか見えない部分、まあ、当然あのスポンサー、まあ、あのお金の部分だったりだとかあとね強化試合とかのねああいう国とのねあのやり取りとかそういうのもね全部会長のおかげであれだったのかなうんちょっとね中の日本代表のね会長の仕事の役割主にっていうのはねあの素人じゃ分からない部分たくさんあると思うんですけど。 まあねやっぱり業界の若返りっていうのは絶対に必要なんで、はい、まあ、新しくね、あの候補となるのが宮本選手、あと、岡田監督、岡田オーナーのかな、今、岡田社長はい、あの岡田さんもね、ずいぶん手広くやられて、あのね、本当今、すごいですよね、一人で何でもかんでもこう全部ね、自分から作り上げて。 はい、岡田さんでもね、ちょっと見てみたいですよね、ただね、あの、年が年だと思うので、あの長くやるにはやっぱり宮本選手の方がいいんじゃないかという、まあ、個人的な、ね、あの意見もありますけど、まあね、岡田さんか、宮本元選手、このね、どちらかにね、僕は期待したいと思います。はい本当にねあの立会長 おご苦労ました <laughs> またねあの生まれ変わったそしてねなんかあのせっかく変わったならね今までちょっと違ったねあの会長の選択だったりねそういうのもあの見れたらなと思いますはいまあちょっとね簡単すぎる動画になったんですがはい あの日本代表にとっては大きいニュースだと思うので一応動画にさせていただきましたまだねアジアカップもあの開催中で、まあ、日本がいなくて寂しい気持ちもありますけどはいちょっとねあの優勝予想をしていたんですけど各試合を見てうーんまあカタールと次ねイランですけど イランですねはいで決勝ねあの韓国韓国とイラン決勝で当たるんじゃないかなと思っております、えー、僕はね日本に勝ったイランに優勝してもらいたいと思っております、えー、イラン代表頑張ってくださいはいこのねあの、ま、イラン韓国決勝になればねまたあのなんだろうな 日本の立ち位置も見えてきますし、まあ、本当にねイラン強い国だと思うので、はいぜひ、ね、優勝してもらいたいと思います。えー、今はねもう負けた日本に勝った国をね応援するのがいいのかなと思うので、ちょっとイラン代表をね応援したいと思います。頑張れアディオス